あ、ボスとかおるんかな。ボスか。どうしたん、おお、近い。誰？誰とか言うてるよ、余裕あるね。クリスティナ・ウェイボーンさん。君も鼻がちょっとシュッとしてるな。あなたもスペシャルじゃん。No, not at all. Good work. Good work. Are they holding the ambassador's family? Mrs. Simon and their daughter Jane. Oh, 13. あれ？なんか1号車に近づくんじゃなくて遠ざかっていくね。後ろに行くの？13号車だね。15号車にいるよ。もっと秘書官をディスり出した。脱いだ。脱いだ。Here, use this. Thanks. And good luck, Lieutenant Morton.もっと面白いあれな、気さくな青年やね。ワシントン通信発。もう内紛とか革命騒ぎは全世界規模で続いてるんだ。難民も後立たない。立たないんだ。大陸横断高速列車。うん。これのことじゃないの今。あ、これのことじゃないですか。これね。ハーベスト号。今乗ってる列車のことですよ。戦場からの速やかな難民輸送、医療品の運搬などが主な任務であるという。ほうほう。すごいなんかあれですね。大仕事ですね。いいことやと思うんけど、明らかにテロリストはこの電車狙うやろうね。いやし、今どちらかというとテロリストを運んでるっていうね、やっぱりそうなった。え、あ、なんだこれ。あ、カード書き換えることができる。すごい。え、そんな書き換えてしまっていいの？なんか別のポイントカードにできるってこと？うわ、それすごいな。7個カードを。のポイントを D ポイントに変えるみたいな。うわ、すっごい。あ、ダメだ。それは許されないって。それはさすがにあかんと思うわ。そうか。じゃあ次はこのヨドバシカメラのカードを。アマゾンとかに変えれるんですか？アマゾンはポイントカードなかったような気がするな。あ、ポイントカードないか。え、いけてる？お、なんか変えれた。おお、変わった。何に変わったか全くわからへんねんけど。なんと。書き換えたカードキー。外見を持っているけど、もはや中身は B 君じゃないのね。かわいそうに。そう。何かに乗り移られてしまったんだな。とりあえず、これで13号車に入れるらしいよ。13号車まで行くのかい？ 13 号車どこ？下のところあれや。2回ミスったところや。あ、あ、ここか。ペタングトン。ペタングトン。いや、でもめちゃめちゃスムーズやな。スムーズ。ゲームはつまらないに越したことはないし。カードキー B やけど中身は B 君じゃない。このカードキー B 君を使って。ほら、書き換えたカードキー。13号車。お？なんだなんだ。ん？もうベラルーシ、ミンスク。今、これはどこに向かってるんやったっけ？最終的に大使館の帰るパリまで向かってるんじゃないの？ほんの、じゃあパリにテロリストを運んでる最中なの？そうですね、難民や医療。うわっちゃー。おお、宝箱発見。もはや、うわ、死体だ。なぁ、じゃなくて、やったアイテムやっていう、そっちの感情の方が強いね。そうね。あららららら。どうしよう、まず1階からかな。ここも軍人さんの宿舎というか、そういう待機所っぽくなってるね。宝箱かな宝箱だな、これ。おっとっと、おや、なんだ。リリーへ、もうすぐ帰れます。はい、短い休暇ですが、パリではずっとマームのそばにいるつもりです。それからカテリーヌに結婚申し込もうと思います。どんな顔するの？おお。あらら。あららしか言えないこんな。これ何？ダン？これダンか？
そんなもん勝つくらいや。あ、借用者どこ行ったの？急いで走って行った。多分なんか悪いもん食べてトイレの取り合いとかになるんじゃないかな。俺が先だってね。俺が先だ。いいや、俺が先だ。うん、そんなに急いでたらツレ運したらいいのにさ。ツレ運はちょっとな。協力するんだよ。あ、先や。国際通貨入門。うん。何を勉強してんの、確か。ユーロの通貨統合によって EU 統合はまた一歩前進したかに見えた。見えた。だが。だが、大国の不参加。各加盟国における経済格差などまだ楽観できる状態ではない。うん。いやー、なんかヨーロッパのそういう経済状況について勉強させられますね。何、そのユーロを勉強しながら酒を飲んでたんかな。なんかもしれんね。引っ掛けながら経済学入門。まあ多分酒が入ってるからもう著者に対して文句ばかり言っとった。なるほど。あららら、あー煙が出てる。そろそろセーブできるやろ。あ、これセーブできるトイレちゃうかな。セーブできるマークじゃないでしょ。で、おそらくこれもうボックス入れといていいと思うね。メモな、あ、メモはなんかあれだっけ、筆圧見ただけのやつやったっけ。あとこれもゴールドカードもいらんかな。いや、一応置いとくか。いや、多分いらんと思うけどな。逆にあのアイテムいっぱいで持ってみたいな状況まだない。今出ると危険だ。え、何、危険ってどういうこと。なんか怖いらしい。ビビってるぜ。いや、怖いって。モートンはビビってる。13号車の後方階段前。ん、ん、どういう作りだい。ん、ん、暗い。うわ、暗い。お風呂。ん、ちょっと待って、何を調べたの今。上官？ああ、なんか死体あるな。どうぞ。宝箱だい。あらら、むごい。むごい。違う、これバスタブレーターなんかあるって。じゃあざーん。ほら、なぜかね、鍵だけこれね、流れないんですよ。ほら、鍵流れるでしょ、普通。流れへんもんなの。けど、ここで流れてしまったらもうストーリー的に積んだみたいなもんですよ。なんでバスタブの水は絶対抜いたらアイテムあるんや。もう大体そういうか、超見てるんだけど。あ、それバカバカ。あー、触らん方がいいな。おまわりさん来る。どうせすぐその辺になんかあるわ。おんなよこれ。会議室みたいな感じですね。ミーティングルームかな。変な列車やな。まあ、ただ何をミーティングしてんだこれ。戦争紛争ガイド。世界紛争ガイドより抜粋。冷戦終結以降、国際社会を驚かしているのは主に民族対立や宗教対立である。イスラエルをめぐってユダヤ人とパレスチナ人が紛争しており、スーダンでは何分ミーティングでミーティングで社会の勉強してんの。お、これは先手必勝だ。ファイヤーファイヤー。うわ、プロや。これちょっと背中打たれて打ち返してきやがった。ちょっと距離が遠いか。危ないよ、モートン少尉。負傷している。けどモートン少尉、ここに来るまであの宝箱という名の死体から救急救命キットをいっぱい手に入れたからね。コンバイン、どうしよう。真っ向勝負ですね。痛そう。こいつらには蹴りがあるんやった。モートン少尉、バックステップや。近い、距離が近い、モートン少尉。何この戦い。大丈夫か、この戦い方で。
はい、オッケー。すごい戦い方だよ。ブルーハーベストの車両案内。おお。1号車、列車制御室があって倉庫車両、ね、で3階も倉庫、4階がメインコンピュータ、ビップサロン、来賓、うんうん、5号車電力供給、6号はビップの倉庫、武器庫ですって。あ、武器庫絶対新しい武器入る、ね、実験室とかもあるよ。7号車は輸送車両、8号車は情報管制車両、うんうん、輸送車両、なんかほとんどそういうもんばっかなのね。うわ、すごいな。はあ、ははあ、14から16も輸送車両。あ、で、ここが今13やから大使館と会議室みたいな感じね。オッケー。で、ほとんど乗り組員人のこれなんか明らかに触れそうなパソコンがメッセージが残って、車内各部屋の仮パスワードはブルーハーベスト号の出発日としている。あ、お、入室準備が完了したら各自でパスワードを設定し、セキュリティ班へ早急に報告。なんかそれっぽい日記というか記事を見たような気がする。なんかありましたね、どっかの予定表が。どこやったかな。1月1日に大使が帰ることはね、覚えてんだけど、多分それがここに打ち込むやつなんかな。12月の20。うわー、どこやったかな。 あれファイルで残ってんじゃないの。え、ファイルで残ってるでしょきっと。あ、そうか、ファイルで残るんか、まあ、便利だ。ファイル、ファイル、ファイルを開け。あれはどっかなんか隣の車両やったかな。調べててよかったね。あ、大使の予定表じゃないの。大使の予定表にほら、これじゃないの。え、違うかな。え、さっきなんて言ってたっけ、あのパスだ。ブルーハーベスト号出発の日。じゃあ12月24で。ワン、ツー、ツー、フォーです。きっと君は来ない。あ、いけだ。一人きりのクリスマスイブじゃいい。おらーい。お前を一人にはさせん。お前を一人にはさせんぞ。ダシャー。ん？ん？君は何をしてたん？先に行っててくれ。後から俺も行く。かくだ。おい、なんかそんな大それた話になってくんの？なんか難しいメモばっかりだな。まあ核を減らしますと。核持ってきてたっぽいけどね。何だっけ、我々から見て推定10億円ぐらい、10億ドルぐらいするやつ。10億ドルぐらいする核、一発10億ドルで、欲しいお金は20億ドル。そうだから10億ドルプラス